ダニエル・リベス・キンド・マンチェスターの帝国戦争博物館。ダニエル・リベス・キンドはポーランド系アメリカ人の建築家。ポーランドのうち生まれ。彼の両親はユダヤ系でホロコーストの生存者。幼少期のリベス・キンドはアコーディオンを習い、1953年より小さな天才としてポーランド国営テレビに出演するようになり、国民的アイドルとしての人気を集めた。これが ニューヨークのアメリカイスラエル文化基金の目に留まって、奨学金が提供されることになり、1959年の夏に、ポーランドからアメリカへの最後の移民船で、アメリカ合衆国へ渡った。ニューヨークでは、ブロンクス科学高校に通い、卒業の年の1965年に、アメリカの市民権を取得した。その後は、クーパーユニオンに進学し1970年に、 卒業、建築の学士号を得る。1972年にエセックス大学で歴史学と建築理論の修士号を取得。以前は建築評論や、立つ、見込みのない建築案に関するドローイング、マイクロメガスなどで有名で、脱構築主義の建築思想家、建築しない、建築家として知られていたが、1988年のベルリンユダヤ博物館コンペ当選後、主として、 美術館や博物館などの様々な設計の仕事が舞い込んだ。2001年に広島市主催の美術賞第5回広島賞を受賞。アメリカ同時多発テロ事件後の世界貿易センター、跡地再建コンペに当選し、業務、商業用ビルも手掛けることとなった。これは1776フィートの高さのフリーダムタワーと数本の高層ビルとツインタワー跡地の イレースペースからなり、2010年に完成したが、土地所有者のニューヨーク・ニュージャージー港湾局や、旧ビル保有者である、不動産開発業者などの思惑が絡み、当初の設計案に大幅な変更が加えられた。現在の計画案では、リベスキンドのマスタープランを活かしつつも、個別の建物の設計は、孫山木文彦、ノーマン・フォスターらが手がけている。ユダヤ博物館、 黄金通り44番タワー、ありがとうございます。